どうも霊媒師のお米です。よろしくお願いします。はい、本日はね、村田くんと空の T シャツを着てね、撮影していきたいと思います。後ほど紹介させてください。よろしくお願いします。お願いします。今日はなんだっけ、霊視ですね。8月、はい、4日から、ね、はい、8日から10日やっていきたいと思います。なんか久しぶりな気がする。まあいつもまとめて1ヶ月分撮っちゃうからだよね。7月の頭ぶりとかなんで。そうですね。でもマジで今年水害ひどいよね。そうですね、出てきちゃいましたね。まあひどいかなって言ったんだけど、マジでひでえなって感じで、かわいそうなぐらいひどいよね。ちょっとその辺も触れた。あらら、見て、水害がひどいわけじゃないけど、水属性な感じがしますね。そうだね。はい、こんな感じです。イルカと何これ。とりあえずイルカは遊びのカード。まあこれは他のオラクルカードがイルカって結構遊びとかなんか自由というかなんかこう遊び心みたいなカードで、それはこっちのオラクルカードとかでもそんな感じで、まあ分からんではないって感じなんですけど、こっちはちょっとすっ飛ばしてもいいかなみたいな感じで、もう一個の方が気になるな。何か思ったかな。タロットフィッシュ。あ、私名前聞いたことあるわ。はーい、じゃあググります。あ、ブダイ。ブダイ。へー、え、こんなカラフルなっけ。まあいいか。はーい。はい、失礼いたします。失礼します。ブダイ。神聖エッセンス。あなたの真実の色をまとい、あなたならではの能力を発揮します。色鮮やかな舞台を見たら、あるがままの私たちを丸ごと祝福しましょう。そして勇気を出し、自分を信じて恐れることなく本当の自分を見せていきましょう。ほぼ全ての舞台はメスとして生まれ、晩年にオスになります。バランスの大切さを教えてくれると同時に二面性を尊重しています。なるほど。舞台は敵から隠れるのに独特の技術を駆使します。夜最も攻撃されやすい時に体内から粘液を分泌して、それですっぽりと自分を包むのです。この前のおかげで夜間に天敵が近くに来ても匂いを嗅がれることはありません。舞台は勇気と強力な保護の力を示すことで教えてくれているのです。きちんと準備ができていて、自分に対して誠実で自身のエネルギーを守れるなら、恐ろしかったり危険に思える状況でも逃れることなくその場に留まっていられると、人生という名のエネルギーの海を進んでいくとき、色鮮やかな人生を送るためには、私たちに害を及ぼしたり、私たちから光を奪おうとする相手からその色を隠しておかなければならないことが、ままあるのです。深いね。面白いですね。なんか急に深い話だ。急に響いちゃうみたいな。そうですね。そうですか。まあそのまあ水害の話もしてましたし、ちょっとこの7月のエネルギーがバグってると、まあ梅雨のエネルギーがバグってて、あの梅雨のエネルギーがちょっと狂ってる時期っていうのは、台風がすごい多かったり、台風がいつもより2倍ぐらいの勢いで来たりするで、僕はそういう風に感覚的に思ってるんで、もしこの後台風がすごい来たりとか、もう訳分かんない土砂崩れだったりとか、急な雨の増水とかで、まあ、山形とかも大変だと思うんですけど、今そういう地域じゃないところとかでもなんかいきなりそういう風になったりとか、まあ、そういう時になった時にどう対処するかとか、どう逃げるかとか、あんまりこうその常識にとらわれすぎると命に関わったりとか、なんか意外なもので助かったりとかすることもあるんじゃないのかなっていう、なんだろう、まあ、使えるものは何でも使うとか、なんかそういう風な認識で、まあ、そういう風に思ってもらってもいいかな。なんかこの使えなさそうなものをいかに使うかとか、なんか難しいんですけど、まあ、イルカのカードとこういうなんかうまくエネルギーをごまかしたり隠したりとかするカード、まあ、遊び心だったり探求心とそういうのが2枚出てるんで、なんだろうね、なんか全部自分をその 100% 見せる必要なくて、いい具合に 80% とか 70% ぐらい見せておいて、いざって時に本気出せばいいとか、なんかそのエネルギーを全部真っ向からぶつけていく必要もないのかなみたいな。これは別に水害とか関係なく、この週のなんか乗り切り方として覚えておいてほしいとか、あまりにもこういう暑い時にそういうエネルギー使っちゃうとバチちゃったりするのも早いですし、そうですね、なんかこう息が詰まるような感覚があるんで、なんですかね、人間疲れみたいなのを急に感じたりとか、なんか例えば4月から新しい仕事とか新しい環境で頑張ってる人とかでも、なんか結構楽しくやってるつもりなのに、まあ第2の5月病みたいなのをこの時期にちょっと感じなくはないっていうか、疲れすぎちゃうかなって思うんで、なんかこうなんだろう、ある程度面倒くさい人とかと関わるときはある意味そう役作りして行ってもらったりとか、こうなんか
ちょっと自分を全部出さないで接してもらってもいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかそういうのも含めて楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと流れ的には結構バグってて自分にこうなんでさ、ああいう矢印が向いちゃうっていうか、標的になりやすいみたいな、なんかそういうのも感じますし、まあそういうのもね、全部うまく避けてもらったりとか、演技というか猫かぶった人がやるんですけど、こういう前ぐらいにかわしてもらえたら、こういうストレスとかから身を守れるんじゃないかなと思うんで、まあ紫とか水色とか、なんかそういう流すものだったりとか、ちょっと特殊な色、まあ紫ちょっと独特な色なんですけど、そういう色のものとか食べたり身につけてもらえたらいいんじゃないかなって思います。はい、ありがとう。どうでしょうか。8月4日から10日、やっぱり梅雨からのなんかエネルギーがまだバグってる感じなんですね。そう、なんか梅雨のエネルギーおかしかったなと思って、うん、なんかそのめっちゃ晴れてたりしたかったなって。しましたしました。そう、なんかね、もう動画聞いちゃったからね、あ、上げてくれたもしかって、あの僕がその最後のやつ忘れちゃったけど、最後のやつは上がってない。あ、それじゃあちょっとね、あの照明がちょっとしっかりして、まあ見たことない人、あれ僕ちょっとちゃんと撮ってるなって、さすがだ俺って思ってそっち、そういうところ褒めていった方がいいかなと思ってね。もうちゃんと梅雨もね、ああよかったよかった、はい、で、今日、青くてよかったよとね自分の練習間違ってなかったなと思ってそうそう、まあでもね、そんな感じでやっぱ台風とか、そういうなんか土砂崩れとか、なんか災害系の威力が増してると思ってもらえれば、今年はそういう感じまでも、それもうちょっとせっかく言えば25年もなんですけど、もうちょっと響く感じが、まだ前半の3分の1にも見なんか、なんかその終わってないような災害レベルな感じがするね、うん、あと残りの3分の2もしくは4分の3近くがこの後まとめて25年終わりぐらいまでに来るんじゃないかなって僕は結構思ってるんで、皆さん出かける際とかは天気が良かったりとか、川の流れが穏やかだったとしても急になんか増水したりとか全然あると思うんで、なんか気をつけて行ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。また次の動画でお会いしましょうバイバイ。あ、バイバイじゃない、ちょっと待って待って、ああそうです、そうです、危ない危ない危ない、ね、そうです、何のためにこれ来たか忘れちゃった。ですね、本日ね、おそらく10時から、僕のね、ブルームーンかな、わかんないですけど、サイトの方でこちらのね、T シャツが発売されておりますのでね、今回はですね、この、ちょっと見づらいかもしれないですけど、惑星と竜みたいな感じの、まあ、イメージなんですけど、この下の惑星から上の惑星に向かっていくみたいなイメージで、僕ちょっと7月気分が悪かったというか、悩ましい時期が、こう、立て続けたと思うんですけど、その時に作った T シャツで、なんか、どんだけね、辛かったりとかしても、新しい環境に行けば、今よりね、こう、得られるものとか、いろんなチャンスがあるんじゃないかなっていう、なんか、這い上がっていくみたいな感じのね、この表面書かせてもらって、ちょっと裏面はね、なんですかね、木と夜空みたいなのに、こう、僕が星とか、いろいろ、まあ、僕書いてるんですけど、緑とか足して書いてるんですけど、このなんか、絶望した時に、千葉のなんか、タコ町とかで見た、僕が撮った写真に、なんかちょっと救われたところがあったので、それをね、皆さん絶望していらっしゃるでしょうから、人生に。僕の YouTube 見てる方々なんでね、9割ぐらいが人生に絶望して、助けを求めてる方だと思うんで、僕もそういう時期があるんで、これ見て頑張ってくれたらいいんじゃないかなと、僕もね、そういう状態だから時期があるんで、今回はね、ちょっと特別な思いで、いつもね、ポップに書いてるだけなんですけど、ジョーカーとか言って、そうとかって、まあ、今回はそういう思いを込めてね、T シャツ、初めて作ったかもしれない、そういう感じで。よかったね、全然的に僕結構気に入ってるんで、普通に可愛いんでね、裏面も、裏面も出てしまう。写真送っとくか、いい感じでバレた、こんなに言われれば。OK、この後1時間後ぐらいに発売してると思うんで、よかったら覗いてみてください。ということで、バイバイ。よくね、